ミー321、メッサーシュミットミー321ギガント、巨人、ギゲントは、第二次世界大戦中に、ドイツで開発された、大型輸送軍用グライダーである。第二次世界大戦中のイギリス侵攻作戦、アシカ作戦の準備中、ドイツ空軍の輸送部隊司令部では、主力のユンカースジュ52よりも、貨物や、 兵員の輸送力が大きい大型輸送機が必要なことが明らかに言った。1940年12月にアシカ作戦が棚上げとなりロシア侵攻、バルバロッサ作戦の計画が始まると最も経済効率の良い輸送機の運用はグライダーを使用したものであると判断された。それに応じてドイツ空軍の技術局はユンカース社とメッサー・シュミット社に対し 大東西量輸送グライダー、グロスロームラステンスグラの緊急開発の要求仕様を出した。仕様では、8.8センチメートル降車砲と牽引車、または抽選車を搭載できる能力を要求していた。一区名称は、プロジェクトワル社は、プロジェクトバー社と名付けられ、ユンカース社には、東ワル社は、バー社オスティ、メッサーシミット社には、南ワル社は、 バーシャ SD という名称が与えられた。しかしユンカース車設計のユンカース1 3 2には全木製構造を選択したために成功せず、結果的にメッサーシミット車設計の m 百2 6 3が契約を獲得した。m 百2 6 3はマンネスマン車から供給される交換をフレームに用い、木製の桁とハフ、ファブリックバリ構造を採用した。 これは、迅速に製造ができ、必要な時に簡単に補修が可能であり、重量も軽減できた。ミイ263はミイ321に解消され、その巨大さから、ギガント、ギゲントというあだ名を付けられた。機種部は6メートルの高さがあり、内側からしか開けない観音開き式のドアが設けられていた。搭載には、車両が自走して乗降できるようランプが使用された。 ユンカース152と比較すると、Me321 は6倍の広さの貨物室、約100平方メートル、1100SQ フィートと23トンの積載量を確保していた。貨物室は列車で運ばれてきたどのような貨物でも Me321 に搭載できるよう、ドイツの鉄道の標準長物車の積載空間を想定して設計されていた。また人員輸送に使用する場合は、 120から130名の完全装備の兵員を収容できた。ミー321は投機可能な耕着装置を備えていた。前方のものは2つのメッサーシミット BF-109 のオリンを組み合わせてできており、後方のものは2つのユンカースジュ9 0の主車輪で構成されていた。着陸用には転調できる4つのソリを備えていた。3トンの重りを搭載した。 試作機の B321V1 はユンカースジュ9 0に栄光されて1941年2月25日に初飛行した。テストパイロットはメッサーシュミット社のカール・バウアー、カール・ブアである。バウアーの操縦系統が重く反応が緩慢であるという報告により、副操縦士と通信仕様にコックピットを拡大し、複式操縦装置を備えることが決まった。 巨大な翼のフラップを操作する補助動力として、電気サーボモーターも取り付けられ、その後のテストで制動用パラシュートも追加された。栄光機の受給銃が非力なために、テスト飛行での離陸が困難であることから一時的に3機のメッサーシミット BF110 戦闘機が、トロイカシュレップ、トロイケイシュレップ、トロイカ栄光と呼ばれ、形で使用された。これは、 非常に危険な飛行であり、エルンストールデッドは、エルンスト・ハインケルにより良い栄光方法を要求した。ハインケルは、ハインケル HE111Z ツビリング、ツビリング、双子を製造して、これに応えた。HE111Z は2機の HE111 を、つなげて中央に5番目のエンジンを追加したものであった。不正地からの離陸には、ラと、離陸補助ロケット装置が使用された。 最初の Me321A-1 の生産機は、1941年5月に、ライプハイムの大型輸送グライダー、グロスロームラステンスグラー321部隊に収益し、当初は1 9 2後に HE111Z とトロイカシュレップの3機の BF110 を持って栄光された。後の Me321 バイトから1は、 搭乗員が3名で4兆の7 9ト、mm、ル機関銃で武装していた。ミー321はいくつかの理由で東部戦線の運用では成功しなかった。1942年春にミー321の残存機はヘラクレス作戦の計画に伴いマルタへの進行作戦で使用するためにロシアから引き上げられた。ヘラクレス作戦では英光機に HE111Z が使用される予定であったが、奇数が足らず、計画は破棄された。1943年に、Me321 は、スターリングラードで包囲された、パウルス将軍の部隊を救援するために、ロシアへ戻されたが、前線に到着した時点では、利用可能な飛行場は残っておらず、Me321 は、ドイツへ改装された。 スターリングラードでの作戦がキャンセルされた後、ミー321はモスボールにされるかスクラップにされた。数機はエンジン付けのメッサーシミットミー323に改装された。さらに計画された作戦では残ったミー321で兵員をシシリートへ投入しようとしたが適当な着陸地点が不足していたことから計画は破棄された。 最終的に約150機の Me321 が生産された。6機の8 9 5ットのエンジンを搭載した派生型の Me323 もあった。これは第二次世界大戦中で最大の陸上機であった。Me321 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。